名取市立ゆりあげ小学校は、宮城県名取市ゆりあげにあった、公立小学校。1872年に学生に基づく、最初の小学校の一つとして創設された。三沢有小学校、東、多賀小学校と称した時期がある。生徒数は2011年現在230人。学区は、名取市北東部のゆりあげ、小塚っ牛屋、高柳。 大局で、名取市立ゆりあげ中学校の学区と一致する。ゆりあげ小学校は、学生に基づいて、日本全国に設けられた、小学校の一つとして、1873年に創設された、第七大学区第三中学区第38番小学校に、あたる。はじめ、東前寺の境内に置かれ、3年後に、近所の港神社の境内に校舎を新築して、 移転した。いずれも、名取川に近い現在のゆり上げ二丁目である。1878年から翌1879年には、三沢有小学校と称した。ゆり上げ村は1889年に、町村制に基づき近くの五家村と合併して、東高村になった。東高村には、ゆり上げ小学校の他に、高柳小学校があったが、 1911年に合併して両校の中間点に新しい高地で東多賀小学校を創設した。ゆり上げ賞と高柳賞は廃止になったが新しい校舎では生徒を収容しきれずしばらくゆり上げの校舎も使った。1928年に東多賀村は町に昇格してゆり上げ町になった。これに伴い東多賀小学校は ゆりあげ小学校を名乗るようになった。1973年に3階建ての鉄筋コンクリート校舎の教養が始まり、その後も増築が続いて木造校舎から改築された。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では津波で1階部分と校庭が浸水した。ゆりあげ地区は大きな人的、物的被害を被ったが、 三階の鉄筋校舎は持ちこたえ避難した人は無事だった。しかし、校庭、校舎は瓦礫で使用できなくなったため、2011年度の授業は4月21日から名取市立富士が丘小学校に曲がりして始まった。地図2018年、小中一貫校の名取市立ゆり上げ小中学校が開校するのに伴い、閉校となった。ありがとうございます。